自家焙煎コーヒー豆を販売するカフェを運営しています。現在ベースでの販売をしていますが、別でショッピファイという EC サイトも使ってみようと思ってますが、ショッピファイの活かし方などありますでしょうか。もしくはひろゆきさんのおすすめ販売方法をベースにやるべきの方法があれば教えてほしいです。やっぱ日本ではあそこがやってるのかな？クレアール？ひらがなで書く店、あそこがやってると思うんですけど、定期的に豆を送るっていうサブスクライブのやつをやってるところがあるんですけど、あれをやるといいんじゃないかなと思うんですけど、普通にコーヒー好きの人って定期的にコーヒー飲み続けるんですよ。まあ、コーヒー好きの人って毎朝家でコーヒー飲むんですよね。3日に1回コーヒー飲みますっていう人よりも、コーヒー好きですっていうとコーヒー中毒なので、だいたい毎朝飲むんですよ。で、そうすると、美味しいコーヒー飲みたいけど、いちいち探すのめんどくせえっていう人もいるんですよね。で、いろんなコーヒーを飲みたいっていう人もいるので、なので、サブスクライブみたいにして、毎月毎月、定期的にコーヒー豆送りますよと。で、普通に買うよりも安いものが毎月送られますよってなると、そのいろんなバリエーションがあって、いろんな豆が、じゃあ自分で選ばなくても安く買えるんだったら、それでいいよねっていう。なので、自分で焙煎をやってるんだったら、そこら辺のこだわりを持って、変わった豆なんだけど、ちょっと変わった焙煎をしたので、一般的にはちょっと受け付けない形なんですけど、あえてこの焙煎をしたことによって飲みやすくしてますみたいな。で、説明文が多い方が幸せになれる人って多いんですよね。コーヒー好きじゃない人であれば、飲んで美味しいです。で、もう終わりなんですよ。でも、毎日のようにこだわってコーヒー飲む人って、何の豆なのかとか、じゃあウォッシュが何なのかとか、なんかハニープロセスがいいのかとか、完全にウォッシュしてる方がいいのかとか、じゃあ焙煎に関しても、すげえ焦がしてフレンチローストみたいなのがいいのか、浅いのがいいのかとか、で、この豆だからこういう風にしましたよっていう、語れる情報が多ければ多いほど、その豆に対して、思いを持って飲めるので、美味しく感じるっていう人もいるんですよね。だから内装が凝ってるお店の方が高い値段を出しても許されるみたいなのもあって、っていうのもあるので、なのでなるべく木豆に関しても、ここの木豆でこういう風な農園から買ったんですよとか、情報量を多くすることによって、さっきフェアトレードとかやってますけど、っていう感じで情報量を多くして、で、毎月毎月いいものを送りますよっていう、定期顧客をちょっとずつ増やしていくっていうので、で、ベースとかで売ってても、顧客情報をそこまでちゃんと引っ張れないと思うんですよね。なので、自分のお店のファンっていうのを、毎月買ってくれる人が、10人、20人、100人、1000人って増えたら、多分1000人サブスクいったら、もう食いっぱれないと思うんですよね。っていう感じで、ちょっとずつサブスクの人を増やすっていう目的を作った方がいいんじゃないかなと思います。